タイのチェンマイで暮らす師匠と弟子。チェンマイから寝台列車に乗り、約13時間ほどかけて翌朝バンコクへたどり着いた2人。そしてこれからライオンビーチ南東の沖合約 7km に位置する離島サメット島へ向かうようだ。とりあえずクンビットまで行って、はい、クンビットまで行って、はい、アソークに、うん、の駅に乗り換えて、エカマイまで、はい、ここまでスクンビットまで2人で82バーツ、うん、あ、こっちだ、スクンビ、そうだね、こっちだ、本当だ、本当だ、俺結構歩くかと思った。あ、本当？そうそう。あ、ここがお会場？エカマイ。カーマイ。一回じゃあ。あ、来た。よし。カードになります。1バーツもらった。あ、私。ありがとうございます。よし。行こう。どっちだ？急げ急げ。必ず反対側に行ってしまう。あ、そう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 。俺の反対に行けば合ってんの、合ってんの。不思議だよね。そう。すごい、結構な勝率だよね。そう、逆行っちゃうの俺。あの、鳩の鳩なんだよ。何ですか？あ、まだ来てないほら。はい、浜前に到着しました。到着しました。行きましょう。バスターミナルに。ソテーソテーソテーは何金ちゃんと騙せるぐらい。それはダメなやつじゃない。こっちだ。これぐるっと回る感じなら、あっちだよね。はい、2番出口から出て、はい、左に曲がる歩道橋を階段降りて、はい、ここ U ターンです。はい、すごいね、知ってる。見てくんねえからな。見てるよ、知ってるよ。知ってるよ。見てくんねえから、なかなか。だいたい知ってるよ。順調に来ております。エコ前行きました。で、はい、バスのチケットを買います。はい、買います。どこだっけ、はい、なんとか港。バンペイ、バンペイ。あ、そうだ、バンペイだ。バンペイ。ナンバーは5。5か12だよね。そうだ、バンペイ。2。あ、パスポートいるのかな。これでいいよね。いいよ。9時でしょ。OKOK。 あ、いいね、なんか順調だな。うん。今何時だ。8時半。うん。間に合った。やった。あ、向こうも言ってる、バンペイ、バンペイ。あ、そうそうそう。こっちトイレないやつだよ。わかった。オッケー。ナンバー？ない。ない。オッケー、Thank you。トイレないやつ。はないね。うん。じゃあ言っといた方がいいよ。うん。で、ないんでしょ。お、順調、順調。順調、順調。なんか食べたいものとか、私レーズンあるし。あ、大丈夫だよ、俺。うん。うん、あの、水飲めば生きていけるから。誰がナメック星人やねん。あ、もう来てるよ。もう良さそうな感じだね。綺麗だね。なんか買っていくの。あ、なんかでもレーズンあるからあれ食べちゃおうかな。3時間ちょっとだもんね。水ちょっとある。あ、OK、Thank you、ご心配。よいしょ。
乗りか。乗りか。A 級 B 級。B 級。あ、水もらえるんですか。ね。Thank you. 案内してくれた。もし必要なやつあったら上に乗せちゃうよ。そうだね。なんかバタバタしながらなんとかついた。なんとかついた。ね。ね。それでは出発いたします。かっこいいな。気合入ってる。なんだっけ、万平だっけ。バンペ3時間4時間ぐらい。いや4時間かかんないんじゃない。3時間なんとかいう話じゃないね。なんかバタバタしながら、はい、ここまで来ました、はい、思えば遠くへ来たもんだ。意外とね空いてるんですよ。買い物したかったんだけど。本当だね。ファイブミニットって言ってたよ。ねえ、もうあと5分で行くよみたいな感じだったよね。ね。あ、そうか、ここなんだね。いや、本当。あ、嘘。見たいとこいっぱいあったよね。本当。ちょっと帰りさ、ちょっと余裕持って行きたいね。本当だよね。本当。すごいなんか。ちょっと次のさ。うん、船がいつ出っかわかんないんだよ。あ、すごいね。嘘。雰囲気がある。わかんない。違ったらまた戻ろうよ。ちょっと受ける。どれ？これか。ね、ちょっとブランク乗っちゃおうかなと。乗っていいじゃん、後ろで。いいよ。ねえ、フィフティーミニットだよって言われて、ねえ、危なく買い物行っちゃうとこだった。本当、あと10分で出るよっていうか、急いで来たら50分だよって言われて、またじゃあ行こうかって
全然違うとこ行っちゃったらウケない。全然知らない島みたいな。島はね、場所違ったら、え、サメとって言ったから多分大丈夫だと思うよ。これ先頭だと思いきや、後ろだった。後ろだった。あるよ。ありえるありえる。ありえるありえる。はい、バンペイ港を出まーす。ほらほらほら。ほらほらほら。ねえ、クルントンでするよ。わーい。バンペイ、バンペイ。こんな色なんだよ、ほら。こんな色？確かに、ちょっと砂の濁りがあるかもしれない。たどり着いた師匠と弟子。二人は2泊3日の離島生活をどのように過ごすのだろうか。